ヨルゴスマスラスはギリシャのサッカー選手。ギリシャ代表。ポジションは FW。2012年にギリシャコス AO で選手となり、2014年にパニオニオス FC に移籍した。2016年4月27日には2017年夏までの契約を2019年夏まで延長した。2018から19シーズンは不動のスターティングメンバーとして活躍した。 2019年1月3日にオリンピアコス FC に移籍。同月30日に移籍後初得点を記録した。2019から20シーズンは10月6日に初得点。12月15日と18日には2得点ずつを上げた。その後は長く得点がなかったが3月1日に得点を記録した。2020から21シーズンは 開幕説に途中出場すると一気に2得点を記録した。2018年11月9日、ギリシャ代表新監督のアンヘロス・アナスタシアディス監督から UEFA ネーションズリーグに出場する代表選手に選出され、国を代表してプレーすることは全選手の夢であるし、自分にその機会が巡ってきて嬉しい。幼い頃からの夢だった。と述べた。 同月18日のエストニア代表戦で代表初出場を記録。2019年9月8日に行われた UEFA ユーロ2 0 2 4戦グループ J のリヒテンシュタイン代表戦で代表初得点を記録した。ありがとうございます。